今回は、ユニコトの実装によってゼウス編成がどうなっていくのか、特にエデンの本数について考えてみました。まず、数個前の動画で紹介しましたが、ユニコトなしのゼウス編成は、ユニコトありのマグナ編成、よりダメージが低くなってしまいます。詳しくはその動画を見てもらいたいのですが、ツヨバハ用の光レスラーにターンムーブをすると、ダメージが 1.60 億と 1.71 億でした。もう少し詳しく言うと、基礎火力はエデンがある分ゼウス編成が強く、ジャンヌさん浴び使用時はユニコトなしのゼウス編成の方が高かったです。一方で、ユニコトの余ダメ10万上昇があまりにも強すぎるので、その他の通常攻撃は圧倒的にユニコトありのマグナ編成の方が高くなります。ですので、ユニコトなしのエデン4本編成は、ユニコト2本入りのマグナにすら負けてしまいます。また、それら2つを組み合わせた、ユニコト入りのゼウス編成は 1.88 億となり、エデン自体の強さは健在です。結局、ユニコトの余ダメ上昇はもちろん強いですが、エデンによる基礎火力確保も重要になってきます。さて、これらを踏まえて、フルオートと手動の編成について考えていきます。まず、フルオートについてですが、私は昔から、エデンはできれば1本欲しいが、最悪なくてもいい。アーク2本の方が重要、と言ってきました。どの HP 帯でも安定した火力を出しつつ、HP を漏れるアークがやはり強く、ユニコト実装でもそれは揺るぎません。しかし、古戦場のフルオートのみを想定するのであれば、手馬剣で十分な HP を確保できるので、無理に移行せずユニコト2本のマグナ編成でもいいと思っています。そして、ユニコトは無凸でも十分効果を発揮できるので、無凸ユニコト2本入りの手馬剣編成で光は妥協しつつ、ダマや混合を他の属性に回す、ということも十分考えられます。なんだかんだ言って手馬剣自体が強く、そして不足しがちな火力はユニコトで補うことができます。また、最新のゼウス編成だとどんなフルオート編成が組めるのかその一例を紹介します。なんだこのリミブキ7本の高級編成は。リンネに関してはこの後、もう少し詳しく見ていきます。次に、手動についてです。手動で結構多い意見として、ユニコト2本、リンネ2本、電子武器で楽器が合計5本入るからエデンの必要本数が減る、というものです。今回考えたいのは、本当にリンネが編成に入ってくるのか、についてです。闇の場合はアゴナイズを入れてアビダメを伸ばしており、それと同様に考えているのでしょう。しかし、結局それは、シス、リッチ、フェディエルなど闇にアビダメ主体のキャラが多く、アビダメがメインのダメージソースになっていたからできていた戦法です。一方で、光にはアグロバルとクビラぐらいしか現状アビダメアタッカーはいません。フルオートでもこれらのキャラを使うのであれば、リンネが編成に入ってきます。そして、手動でよく使われる、リミジェンヌ、ネハン、ザルハメリナはいずれもアビダメを持っていません。現状の光では、ジェンヌさんアビの攻撃大幅アップに頼ってダメージを出していますが、この攻撃アップのバフが非常に低いので、武器や召喚石でしっかりと保管する必要があり、基礎火力を大きく上げられるエデンの本数がダメージに直結することに変わりはありません。さらに、ユニコトは、余ダメ上昇&ダメ上限アップ持ちの武器、すなわち、ルオーホーンやクレイブソリッシュ、コスモス槍と入れ替わるだけなので、エデンの枠を奪うことはありません。結局どのような編成になるのか、についてですが、私が想定しているうちの一つはこのような編成です。ユニコト2本、シュバコト2本入れつつ、エデンは4本入っています。エデン5本目は持っていないのでシュバコトとどっちがいいのかわかりませんが、おそらく渾身をつけていればほとんど変わらないんじゃないかな、と思います。そして、ツヨバハで使っていますが、片面黒キリンなこともあって、この編成でもジャンヌさん浴びで上限叩けないんですよね。エデンの本数がこれ以上減ってしまうと、当然さらに火力は下がっていきます。以上より、ユニコトはもちろん強いのですが、現状、それによってエデンの本数が減るということはなく、4本は必要だと考えています。キャラが変化するともちろん武器編成は変わってくるので、エデンを嫁るにしても、浴衣シルバと浴衣ナルメアの性能を最低限見てからでいいと思います。
ということで、今回は、ユニコト実装によってゼウス編成がどのように変わっていくのかについて確認してきました。簡単にまとめておくと、まず、ユニコトがあまりにも強すぎるので、ユニコトなしで十分なダメージを出すことはできなくなりました。しかし、それによって遺伝の本数が減るということはなく、特にジェンヌ3アビに頼っている手動では、今でも4本は編成に入ってきます。そして、リンネは楽器なのでユニコトと相性がいいですが、現状光にアビダメアタッカーが少ないので、どうしても価値はそこまで高くなりません。しかも、片面ゼウスで使う場合は、カゴが減るのでアビヨダメ上昇量も低くなりますしね。そして、新キャラ実装によっては武器編成が大きく変わってくるので、最低限月末までは待ちましょう。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは、